すごいでしょう。垢、はい、抜けた肌になっちゃってる。うん、皆さん、こんにちは。美容家の崎岡恵です。肌は心を映す鏡。 というお言葉から皮膚科学研究を続けているドクターが開発者ドクター計算さんに研究タイアップのお声掛けをいただきましてお届けいたします開発者のドクターは青山皮膚科ククリニックの院長先生実は私が20代後半から30代前半にかけて ADM 深い部分にシミができてしまう病気なんですけれども治療を してくださった先生なんです本当に今回タイアップのお声掛けいただいて長年膨大な先生の研究内容を伺ってきたんだけどれをご紹介したらいいんだろうみたいな本当に迷いました直近のご研究内容がいいんじゃないかなと 重いビタミン A、B、C プラスグルタチオンの A、B、C、G をメインにご紹介しようと思います私たちを悩ませるシミ、シワ、たるみそれから目のクマ毛穴の開きなどなど全てに繋がるんですビタミン A、レチノールですよねあとビタミン B といえばビタミン B3 のナイアシアミドビタミン C、グルタチオンこれ結構有名な成分ですよねここまでの皮膚メカニズムの探求を持ってしかもここまでの臨床データを 持っているブランドさんは他にはないんじゃないかなというふうに思いますちょっと先にお見せするとこちらですすごい変化でしょう。はい、クリニックのスタッフの方で存じ上げてる方なんですけども最初に入ってこられた時と今全く違います 今日はあのストレスを感じるとシミがなんで濃くなるのみたいな身近なことなどお宅に美容 IQ を上げる内容ながら実際にドクター K さんのご研究による肌変化の凄さを一挙ご紹介しますで見終わった後スキンケアの可能性ってここまであったんだっていう風に感動していただけると思いますのでぜひ最後までご覧くださいドクター K さんといえばカクテルビタミンビタミン C 研究の第一人者 として有名ですよね今でこそ実はビタミン C 塗布が美肌にいいっていうことは知られてるんですけれども1999年に先生が出された論文「ビタミン C のニキビに対する効果」っていうこの論文は当時衝撃だったそうです学術的ににはビタミン C をねお肌に塗布しても意味なないいいよみたいなそういう時代だったんですだからこそビタミン C の有導体が天然型の何倍もお肌に吸収されるんだよ ということを証明された先生なんですよねつまり今では市場にあふれているビタミン C スキンケアのパイオニアということなんですねそう私もパイオニア推しなんでいつも <laughs> はいその論文の内容にもう一つ衝撃の内容があってニキビは感染症ではなく皮脂分泌を背景にした活性酸素病であるというものだったんですアクネ菌はその増悪因子なんだよと ビキビケアは菌を殺すものではなくって抗酸化がいいんだよっていうことなんですよねそれにはビタミン C 誘導体が有効であるっていう内容の論文でしたちなみに先生が好んで使用されてきたビタミン C 誘導体は APM アスコルビン酸リン酸マグネシウム塩でこれはすごい即効性があるビタミン C 誘導体なんですけどもマグネシウム塩がついているのでこのほ配合すればするほど結晶化しちゃうんですよねでそこも先生クリアにされてます ドクターズコスメっていろいろあるよね、はい、私がドクター K さんに絶大な信頼を置いてる理由はこれだけじゃないんです 実は医師には2種類あるっていう話を以前にもしてるんですけれども大きく分けるね実際に診察をして治療をする先生で臨床医って言います、うん、もう一つは大学とかあの研究機関とかで新たな皮膚メカニズムを研究する基礎研究医っていうこの基礎の先生っていうのはノーベル賞賞を受賞されるような先生のことですね,ねドクター K の・のあの開発者の先生は都内で有数の美容皮膚科の臨床医現場の先生でありながらも基礎研究新たな皮膚メカニズム 研究していく基礎研究の頭脳をお持ちだっていうハイブリッドな先生なんですよすっごいケオなのねケオなドクターが開発しているブランドさんだから私信頼してるんですよね要は机の上のことあとは実践両方ご存知だってことなんですよね先生は1000 1986年の1月から1989年5月まで NIH っていうアメリカ国立衛生研究所っていう大きな研究機関があるんですけどもここにまあ招聘されましてメラニン先生成について最新研究されてたんですよね。すごいでしょ 1999年に美容皮膚科の現場に来られたとそこでは年間1万4500名以上のニキビ毛穴シみ肌荒れに悩む方が来院されるようになったっていう、まあ、その一人が私だったっていうことですよね <laughs> <laughs> はい臨床と基礎両方の観点から研究を重ねられて論文を発表されて来られた、まあ、説得力のある研究内容ばかりでそしてさすがに NIH でメラニン研究をされていただけあっ で私の ADM いわゆるシミ治療は本当に的確で助けていただきましたあの時代に老人性色素斑いわゆる日光性のシミでも肝斑でもなく ADM だって見抜ける先生はいらっしゃらなかったと思うんですよね。 ABCG とは何か最強美肌成分チームアベンジャーズ先生がたどり着いたのはここだったと <laughs> ビタミン A は皆さんご存知レチノールで有名ですよねドクター K さんが使用するのはパルミチン酸レチノールパルミチン酸レチノールについての効果はこちらになります 他から肌を保護 UVB 吸収効果があるっていうことなんですよね SPF20 程度その他タンオーバー正常化、まあ、促進したりとかコラーゲンなどを作る線画細胞を活性化したりとかさまざまな効果がありますねなぜピュアレチノールではなくパルミチン酸レチノールにしたのかについては皮膚では実に約90%がパルミチン酸レチノールの形で保存されている必要に応じて色々変換して働くっていうことなんですけども刺激が少なく安全性が高いからだそうですちなみに 人体で一番パルムチン酸レチノールが存在する組織は肝臓とかではなくて皮膚なんだそうですちなみにドクター K さんはレチノールとビタミン C の相性も見ておられます私よくねほら相性見てんのかなとかよく言うでしょうん、うん、はい あのちゃんと見ておられます。で、さすがですよね。この実験は酢酸レチノールでの試験らしいんですけれども。レチノールとビタミン C を概要すると、表皮が熱くなり、真皮のコラーゲンが増加した。っていうことです。ちょっとわかりにくいかもしれないけど、私は見慣れてるから、こういう図。見慣れてるからね。あの、角層も薄いし、表皮も薄いですよね。で、細胞もなんか。あの、まばらよね。なんだか。わかんないよね。 ちなみになんですけどもレーザーを行うと表皮が厚くなるんだそうですスキンケアとの併用で非常に綺麗なキメが出現したっていう,そうレーザーとも相性がいいんだよと。 ただビタミン A レチノールには弱点があるんですよね化学構造的に紫外線が当たると活性酸素を出す場合と活性酸素を消去する場合っていう2つの場合があるんですね実際は活性酸素として働く場合が多いとだからこそビタミン A の酸化を打ち消してくれる成分が人には備わってるんですよね例えばビタミン C 人の体の中ではビタミン C 濃度は実は皮膚が最も高いんです。紫外線が当たりやすい表皮は表皮の下にある神秘の約5倍ぐらい。 ビタミン C 濃度ってあるでまた人の皮膚にはカタラーゼとかグルタチオンペロキシターゼとか他の抗酸化物質もあるんですよねそれ以外にま代謝を上げるコースとかもあるつまり紫外線ダメージを受けた皮膚を速やかに回復する機能を人の皮膚は持っているってことなんだよっていうのをここれ私何度も聞きましたこの話、はい、そこでドクター・ K さんはさらに抗酸化力を上げようっていうことでビタミン B ・ C ・グルタチオンに着目してるんです このプスはまずすごいよね。紫外線当たると、まあ、活性酸素,素発生しますよね。と。カルムチン酸レチノールが酸化して、レチノール光変性物に変わってしまいます。と。ビタミン E やビタミン C が、この酸化を抑制してくれる。ビタミン E も、自分が酸化されちゃうんですね。なので、えーと、それをビタミン C が元の元気なビタミンの状態に戻す。酸化したビタミン C、グルタチオンが元に戻す。酸化したグルタチオンを、NADPH っていう、ビタミン B3 由来の物質が元に戻す。 チーム組んでるんででるすよそうすると全然資質化参加とかのダメージを受けませんよっていうことなのね本当にすごい相観だとう普通の臨床の医師ではこれ書けないと思いますまさにエイジングの大敵抗参加の最強チームアベンジャーズ それが ABCG、まあ、グルタチオンなんです。なぜビタミン ABC プラスグルタチオンに行き着いたのかの答えの半分は抗酸化作用。ただ抗酸化だけの効果ではなくって、さらなる効果の増大を狙った研究があります。そもそもレチノールって何かっていうと、まず私たち食品で摂取するのベータカロチンが多いです。ベータカロチンってニンジンとかカボチャとかお野菜によく含まれてますよね。で、それが真ん中で半分に分断されるんですけども、そうするとレチノールになります。で、また、 えっとレチノールからレチノールデヒドロゲナーゼ1によってレチナールに変換しますレチナールからレチノールヒドロゲナーゼ2でレチノイ酸。ここからようやく細胞に受容されて働くっていうメカニズムなんですねレチノールだけ与えても変換がスムーズじゃなかったりとかするとまあ、意味ないっていうかスムーズに変換してくれるのにはビタミン B3 が必要なんだよとビタミン B3 があれば 安定型でで刺激のないパルルミチチン酸レチノールでも効果を存分に発揮できるまずビタミン B の謎が解けましたよねまた先ほどの難しい活性酸素消去系の図版ビタミン ABC グルタチオンは常住遺伝子のサーチュインや AMPK ってエネルギーの酸性スイッチみたいなもんだと思ってくださいこれを活性化してミトコンドリアを活性化します、まあ、つまり代謝を促進していくのね。 ここで今ミトコンドリアの話が出てきました私たちが生きていくためにはエネルギーないと生きていけないよね私たちが生きていくためには ATP っていうエネルギーがなくてはいけません細胞のエネルギー向上はミトコンドリアミトコンドリアで ATP っていうのが作られます細胞はそれで増殖したりとかコラゲーゲン合成が行われるんですねエイジングケアを行うにあたって絶対に知っておかなければいけないとても重要な細胞内器官なんです そのミトコンドリア、この中ではすごいことが行われてるんだよねっていうのが。次の図になります。なんかごめんね。あの。<laughs> さっきマイクビューティークラス、今日どうですか。はい。皆さんついてこれ。はい、ついてこれてるかな。<laughs> はい。 頑頑張張りりままししょょうねうねここで見ていただきたいのは ATP 作るためには炭水化物が分解してできたピルビン酸それからアミノ酸脂肪酸がミトコンドリアの中に入んなくちゃいけないんですミなんですでビトコンドリアの代謝っていうのはこの真ん中に書いてあるクエン酸回路とか電子伝達系ってところなんですけどもこれがないと上がんないエネルギー作られないっていうことになります。 でここでちょっと注目いただきたいのがピリビン酸からアセチルコエンザイム A に変換する時に赤字でレチノールって書いてあると思うんですけどもこれレチノイン酸でもできない先生はやっぱパルミチン酸レチノールにこだわっってらっしゃるですよねレチノールがレチノイン酸に比べて優れてるっていうのはここなんです あと人の体で発生する活性酸素の約9割以上はこのミトコンドリアの電子伝達系っていうところで行われますいや私呼吸するでしょ呼吸してるのもここなんですあのミトコンドリアなんです酸素取り込んで呼吸活動をするっていう だからミトコンドリアって活性酸素発生しちゃうんですよねここで発生した活性酸素もビタミン C それからビタミン B グルタチオンが消去していくつまりミトコンドリアにおいてビタミン ABC グルタチオンは栄養分を取り込んで代謝を上げてなおかつ活性酸素も除去する。 まあ命に関わる根本のことをしてくれるんですよね。さらに、オタク全開の映像をご覧ください。申し訳ありません。ちょっともうちょっとだけね、難しいの。ビタミン B3、ナイアシンとかナイアシアミドの総称のことを言います。は、サチュインを活性化します。ABCG は、リン酸化酵素、AMPK を活性化して、これエネルギーの生産スイッチみたいなもんだと思ってください。ミトコンドリアの代謝を上げると。それ以外に、ビタミン B3 は、IGF1 っていうインシュリン用のホルモンなんですけども、これを抑制して、 皮脂分泌を抑えるプテミン ABC グルタチオンは皮脂分泌の中心的な酵素アセチルコエンザミアカルボキシラーゼっていうのがあるんですけども活性を抑えて皮脂分泌を抑えてくれると。 ビタミン ABC グルタチオンは代謝を上げながら皮脂分泌を抑えるという私たちにとって非常に都合のいいことをしてくれるでまとめますとビタミン ABC グルタチオンの ABCG の組み合わせはチームを組んで相乗効果を発揮するんだよとで効果としてまとめますと4つですレチノールの酸化を抑制2番目ビタミン C グルタチオン NADPH をさらに増加させて効率のいい抗酸化を発揮 であと m p k 活性化、皮脂の合成の中心酵素を抑制してくれるよとで結果、毛穴縮小4番目、で代謝も促進してくれるよと,ということでお待たせいたしました皆さん頑張って勉強していただきましたね <laughs> 今回楽しいお時間になります <laughs> 実際の臨床データはこちらになりますイオン導入なんですけれども真ん中がビタミン C だけのデータ一番右は ABC、ビタミン ABC のデータより透明感が増してますよね 続いては ABC とビタミン ABC プラスグルタチオンの比較データになりますビタミン ABC 導入だけだと明度指数が63.4から65.7に上がるだけど ABC プラスグルタチオンにするとさらに明度指数が66.8%に上がるとで赤み指数は低下するよと目視で分かりますよねちょっと拡大しますと毛穴もグルタチオン追加でもっと閉じる ただわざわざクリニックに来なくてもやっぱホームケアで効果を実現したいよねって考えたのがドクター K さんなんだよね、うん、こちら1回でエレクトロポレーション挟んあの最初にやってますけれどもトフの効果がこちらですもうすごいでしょこれ21日間塗布を続けただけでエレクトロポレーション5より赤みが低下してさらに明度も上がってる 確かに色白さんになってますよね透明感もアップしてますよね、はい、よく見るとフェイスラインのもたつきもなくなってシュッと上がってるのもお分かりいただけますこちらを拡大してみるとなんと毛穴も縮小しています目立たなくなってます さらに冒頭でお見せしたこちら実はスタッフの畠山さん彼女のインスタン面白いのでぜひフォローしてみてくださいあのクリニックのスタッフさんなんですけれども本当に別人級本当にお綺麗になられたなと思いますビタミン ABC プラスグルタチオン概要で明らかに赤みが低下して透明感が増しているでシミも薄くなっている毛穴も閉じて滑らかな肌になっているでさらに皆さんパッと見てお気づきだよね目のクマ良くなって若返った印象になってますよねまさに赤抜けてる基礎のドクター系

主査すごいんです私もそうだったのでもう気持ちが分かるんですけども赤ら顔ってほんと辛いですよね、うん、赤ら顔にお悩みの方でなくても透明感のある肌になりたいよね、うん、透明感のある肌に導くにはまず赤みを低下させることだっていうふうに先生論文出されてます実は見えない炎症の慢性炎症っていうのは自然な赤みで起こっていると先生は臨床現場のご経験から実感されてるっていうとのことです、うん 私たちが理想とするポワンとこうなんていうの血色のいい色白さんでも怒ってるんだよっていうことを。 慢性炎症、見えない炎症って本当に怖いんだよと。健康に見えるお肌でも起こっている。でもどうして赤みが出るのかっていうと、えっと、こちらの図をご覧ください。これ、血管を示してます。平常状態。まつまりは、見えない炎症起こってるんだけれども、平常に見える状態の血管っていうのは、血管内皮細胞同士の結合が弱い。あるべき隙間になってない状態と思ってください。これを血管透過性っていうふうにちょっと言うんですけども、血管透過性が増大しすぎちゃうと、 その隙間から赤血球の赤みが見えますよね透けて見えちゃうので皮膚は赤く見える で一方こちらの図をご覧くださいビタミン C などを作用させた血管がこちらの図のイメージさっきと比べて血管を形作る細胞自体もきちんと大きくなってるでしょそうすると血管が拡張しますで血流は増大するけれども細胞同士の接着隙間が低下してますよねそうすると赤血球が外から透けて見えにくくなるので皮膚は瞬時に明度指数がバーンって増加して赤虫指数は低下でよくパッと赤みがなくなるっていう これなんです血管内皮細胞同士の隙間が本来あるべき姿になるからまた隙間が低下するっていうことは透過性が低下するっていうことなんですけども炎症細胞たちも外に漏れにくくなるので炎症抑制作用が出現しますとつまりねビタミン C はは血流を良くくくしててれれるるのに赤みは低下させてくれるこの効果は実はトラネキサム酸やカフェインでも 先生は見出しておられますでちなみに所作の方に対するビタミン ABC プラスグルタチオンオットフした時の効果をご覧ください。これすごいでしょ、はい、ね、ねほううううれん薄くなってるよそそそ 赤みが消えただけじゃなくて赤抜けた肌になっちゃってる。じゃ、うん、私長年にわたってね先生の少女写真拝見してきたんですけども今から20年以上前かハイフもイドリフトもない時代でその際拝見したレチノールとビタミン C 概要のの写真は説得力の塊でしたなんでダイエットもしてないのに顔がシュッと引き締まって赤みは低下して透明感がものすごく出て色白になって毛穴も縮小してみたいな本当にすごかったし直近の拝見ししてさらに驚きました、うん、続いては目のクマ。 ドクター K さんは実はカフェインにもいち早く研究されてますあのカフェインって以前から目の下の下むくみととかクマに効果があるよよってていうことは報告はされてたんですよね、うん、目薬とかに配合されてたんですけども先生は調査を進めたとカフェインはミトコンドリアを活性化それから皮膚バリア機能を増加させる脂肪酸合成や皮脂合成の要となる酵素は抑制するっていうことが報告されてるんだなっていうことを先生お調べになったんですって。 つけの上の話だけだから臨床効果を確かめたんですってそれがこちらパって見るのは本当に赤に低化してるよね、うん、すごいですよね拡大写真はこちらなんですけどもカフェインって目のクマ特にスキンケアでは難しいと言われるたるみがある グロクマにも効果を発揮するんですねでまたカフェインは皮膚の代謝を上げてバリア機能も上げる毛穴も縮小する効果がある肌全体が滑らかになって毛穴も閉じてますよね先ほどのちなみに目の周りの赤みがあると思うんですけれどもビタミン ABC とグルタチオンでやったらさらに赤みが低下したそうです。 で続いて肌は心を映す鏡ということであのご研究を始めていらっしゃる先生なので精神的ストレスとエイジングについてもものすごい総関表を出されてます精神的ストレスってお肌に多大な影響を与えます先生はストレスによるホルモンの乱れと皮膚症状という論文を発表されていましてサイエンティフィックにまとめておられますそれがこちらになりますもう難ししすぎてびっくりでしょはい。 先生がまあ簡単におっしゃっているのは人はどんなストレスも炎症として感知するんだよということなんですね炎症はシミ、くすみ、シワ、たるみ、毛穴開きニキビを増加させるんだよとメカニズムとしては精神的ストレスを感知した脳は物理 的ストレスを受けた時と同じように反応するんだって真ん中の視床下部から脳下垂体、副腎皮質からなるホルモン分泌する臓器からなる軸があるんですこれを HPA 軸って言うんだよね私たちはこういう風うにストレスに対抗しようというメカニズムがあるんだよ つまり皮膚細胞はストレスがあると炎症を起こしやすい状態にしてしまう皮脂腺細胞の皮脂分泌を促進してしまうんだよっていうこと他に表皮脂細胞の増殖や分化を抑制して皮膚のタイトジャンクションっていう角層のバリア機能を低下させてしまうっていうことなんですよねつまりねベタつくのに乾燥する乾燥してるのに毛穴が開く状態になってしまうんですいいこことが一つも起こらないって らないさらに人はストレスを炎症と感知するって何度も言ってる通り精神的ストレスでも HPA 軸が活性化してプロピオメラノコルチンという物を分泌しますそうすると肥満細胞のトリプターゼっていうこれにあの、まあ、処理されるのよねそうすると刺激細胞刺激ホルモン αMSH に変換してしまいますそうするとメラノサイトを活性化してしまってくすみやしみへと。 つまりメラニンを作たくさん作ってストレスに対抗しようとするんですよね,ねこの反応は物理的ストレスに対しては合理的なんだけれども精神的ストレスに対しては全く意味や効果がないことなんですよね慢性的に継続してニキビとかビー,ー肌、くすみやシミ、脂肪性皮膚炎っていうようなことを起こしてしまうんだよとでここでもビタミン ABC グルタチオンに効果がある例えばシミに対してはレチノール、ビタミン A これはメラノーマというがん細胞での あの報告なんですけれども、メラニンをどんどん作っちゃう酵素の発現を抑制するっていう報告があります。あとビタミン B3 ナヤシャミドこれはね皆さんご存知よね。メラニンを表皮細胞に出荷しますよっていう運ぶのを抑制する。でビタミン B6 チロシナーゼっていう酵素を抑制してメラニン合成を抑制と。でビタミン C も同じですね。であとグルタチオンメラニン合成の中でどん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 ,どんメラニンを合成を進ませてしまう酵素たちを抑制してくれる。でさらにここでグルタチオンがいるとクロメラニンに合成ず メラニンに移行させてくれる精神的ストレスがシミになっちゃうメカニズムお分かりいただけましたかね他にも皮脂分泌過剰毛穴開き乾燥に関しても ABCG 働いてくれます a m p k っていうエネルギーのスイッチは活性化させながらも皮脂合成の要となる酵素は抑制するなので皮膚のバリア機能は増加するで皮脂分泌は減少するから毛穴縮小につながるっていうことなんですねこれすごいでしょななかなかスストレス受けけずに痛いけど できないこともありますから。本当、うん、そうそうそうなんかだから難しいじゃない仕事をしてたりとかあね,ねあの自分一人で生きてるわけではないので、うん、あのたくさんありますよねでお仕事のプレッシャーとかもね、うん、あるかと思うんですよねストレスを感じないようにしろって言われても難しいからい、ね、なんとか助けてあげたいっていうコンドクター K さんの理念っていうのは。 本当に素晴らしししいいででです。かかがでしたでしょうか特別授業をお届けいたしました、はい、どうだった私とにかくもう ABCG すごいっていことがもう分かれば OK ですかね <laughs> OK ですそしてこのドクター k さんはその根拠があるってことなんです、はい、ただ流行りの成分入れただけじゃないよと。 ここれだだけ覚えてておいいいただきたきとがあります先生がよくおっしゃっていたことはこういった mpk とかもあとはビタミン C とかパルミチン酸レチノールとかも神様が僕たちに与えてくれたギフトなんだよっておっしゃってるんです。<ー>ノノーーコスメ、ノーライフ っていうのが先生の名言なんですよね残念ながらあの私が長年お世話になってた神山先生は昨年ちょっと救世されてしまったんですけれども同じ NH i の仲間だった久保田先生が5人であの引き継いでおられますのでこれからも今日ご紹介したご研究のレガシーの上にさらに研究が進まれていくことと思います本当に楽しみですこの動画がちょっと今日む難しかったみたいなでもなんかワクワクだけは伝わりましたって思ってくださった方あのぜひ高評価チャンネル 登録お願いいたしますではまた